ほんまにごめんな。ペナスタ。ペナスタを。ほら。よし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 。もう、ピンチは知らん。行け。戦え。よし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 。よし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 。頼む、みんな。自陣がやべえ。おお。ロックチャンネル。今回は赤スパ1本100決入り達成ということで、縄張り赤スパのギアと立ち回りについて意識していたことを共有しようと思います。まず立ち回りから解説しようかなと思います。基本的に塗りとハウスペンによるサポートで戦います。味方にラクトがいない場合は自陣塗りをして、持ち前のスペシャル回転率でドリンクを渡しまくります。自陣塗りが終わってからも、まあ、中央で塗り合ってひたすらドリンクを回していた感じですね。で、まあ、基本的にサポートの動きなんですけど、その例外として、まあ、ドリンク発動時は一気に最前線で戦うよう意識していました。打開時は、まあ、左右から抜けるように立ち回って敵の陣形を崩します。抜けが成功したら敵陣にビーコンを立てて居座ってドリンクを貯める動きをして、抜けが難しいなぁと判断した場合は味方に飛んで一緒に詰めるっていうのが、まあ、理想的な動きかなと思います。抑えでは追加のキルを狙うんですが、実際は味方が前で抑えてくれる場合が多くて、しっかり塗り固めてスペシャルを貯めてたっていうのが多いかなと思います。エナドリ吐くタイミングに関してはラスト30秒あたりにドリンクを置けると崩れにくく逆転も狙えたので、最後のドリンクはタイミングを間違えないように意識するのがいいかなといったところですね。続いてギアについて説明します。まあ、欲しいギアがめっちゃ多いんですけど、まあ、大事なのはカムバックスペシャル性能アップスペゾーとスペゲンサブ性能アップあたりですね。まあ、サポート特化のギア構成がいいかなと思います。まあ、それぞれの量やサブギアに関しては、まあ、お好みですが、まあ、ドリンクの貢献度が大きいのでできるだけスペシャル系統のギアに寄せていましたね。でカムバックはまあ相性最高なので必須級なんですけど、まあ、今回フェスでスペシャル性能が活躍したなと感じてます。ドリンクの効果時間が伸びるっていう効果なんですけど、効果時間が伸びれば強化された人足で、まあ、再びねスペシャルを貯めることができましたし、効果中にレスをしてもカムバックが発動してくれるので抑えの継続ができたりもしました。あと効果時間延長のいいところは攻めるタイミングを選べるところですね。で考えている最悪のケースっていうのは、まあ、エナドリの効果が切れて倒されてしまって次のエナドリの発動に、まあ、大幅に遅れが出てしまうっていうことだと考えていて、それを回避するために、まあ、エナドリの効果中に強気に立ち回っていました。ただこちらが突っ込むだけでは基本的に切るっていうのは難しくて、相手の攻めとか打開に対してのカウンターのキルを狙うっていう点ではある程度相手の動きを伺わなければならなかったんですよね。そこでスペシャル性のアップはまあかなり活躍したんじゃないかなと考えてます。ということで、まあ、これらのね話を踏まえて試合を楽しんでもらえたらなと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで試合の方行きましょう。金メダルごちゃごちゃ試合した試合多くて、まあ赤スパ結構有利かなと思って選んだんですけどね。これまあそもそも金目鯛ってね、ステージ構造的にはビーコン置きやすいし、一応ね時間稼げる場所もあるし、下は右ね。危ない、外した。やめてくれ。やばい、なんか手前が大変なことになってる。まあ初動やから
リッターって結構珍しいな。縄張りリッター結構難しそう、塗りがきつくて。なんかね、相手にね、まあリッターリッターやったら、まあほんまにリッター同士のキル勝負やと思うけど、なんか相手鉛筆で塗りで逃げ切られるみたいなやつが、試合がね結構あって、この試合はかなりきついなと思ったな。味方のビーコン早い。真ん中を、うわ助けて、危ねえ。ビーコンが、ビーコンがじゃないや、ブリンクが回ってない。あんまり一回ドリンク飲んで、その突っ込んで敵陣でその爪痕残すムーブをしたいと思っています。いや、これ勝ったんでかい。ちょいきついと思ったけど、ナイススキル。やれた、やれた。まああとは塗ってるだけで勝てるぞ。よし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 。いや、これはいけたでしょう。ナイス。いいよ、めっちゃ食ってるよ。いいぞ。ラスト逃げるが熱すぎた。さすがにプラスなんとちゃいますか。やばいですね、これは。ちょっとやばい。これはやばい。このね、エナスタ3枚がやばいわ。どうなるかわからん。編成的にはなんか、まあバランス、スペシャルのバランスはね、こっちの方がいいと思うんですけど、見てくれ、ほら。あの、エナスタの量。うわぁ、やめてマスカットさん。マスカットさん、これ本物かな。やめてね、バシャバシャするのは。3枚でこれ、ほんまや。なんで3枚って言ったんやろ。エナスタしかないやん、相手。やば。嵐に行けません。マジでこれ、変なデスの仕方したらほんま終わるから。マジで終わる。エナスタに抵抗で、まあこっちね、多分品質はね、多分ナンバーワンなんですよね、この。現環境ね。現環境ってか、この、地上っていう方がいいんかな。だから、やっぱそこは、負けたくないんですよね。こう、やっぱあっちはちょっと格安で、大量にね、提供して、満足度を獲得してると思うんですけど、まあ、そういうわけじゃないんですよね。だからプラス3秒っていうこの、満足感。やべえ。ちょっとこのエナスタのこの波に飲まれてるって、これ防げへんって。ひー、
よし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 、この無償突破でかすぎる。ほんまにごめんな。デナスタ。デナスタを。ほら。よし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 。もう、ピンチは知らん。行け。戦え。よし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 。よし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 。頼む、みんな。自陣がやべえ。おぉ頼む頼む、マジでこれ、勝たして。よし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 。いや、これはね、よく動いた。素晴らしい。まあ、相手スペシャルの圧はゼロでしたからね。よし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 。